川上近春、川上近春から1944年5月12日は、日本の内務官僚、政治家、県知事、京都市長、警視総監、貴族院議員、家木島付家臣で書き役を務める川上昌平の長男として生まれる。私、学校に入学したが、軍事教練一辺倒と、その閉鎖性に嫌気がさし退学する。その際に、 生徒の自主性を理解しない、西郷隆盛に罵倒され、故郷で村八部となった。西南戦争時の1877年4月、警視庁警部補に任官した。沖縄県10警部、大阪府10警部を経て、1882年8月、石川県に転じ、警部補、高岡警察署詰めとなる。以後、金沢警察署長、石川県警察本省。 第2部長、第1部長、行政部長、刑務課長などを歴任。1887年1月、内務族に展示警察練習所勤務となり、さらに第4高等中学校幹事を務める。1888年1月、栃木県警部長に就任し、警視庁水上警察署長、小川町警察署長、奈良県警部長、京都府警部長を歴任。 1899年4月、三重県書記官に転じ、以後、山口県、愛知県、熊本県の各書記官、警視庁官房主事などを務めた。1905年11月、富山県知事に就任。その後、和歌山県知事、京都市長を歴任し、1912年12月、第三次、桂内閣の際に、警視総監に就任。 1914年4月、熊本県知事となる。1916年10月5日、貴族院直選議員に任じられ、同性会に属し死,死去するまで在任した。その他、熊本県官、厚務官長、各県地方森林会議員、農耕銀行管理官などを務めた。ありがとうございます。